長、はい、質問しております、はい、こんにちは。アジングを始めてまだ2ヶ月程度なんですが、はい、アジングは基本的に夜だと思うのですが、うん、できれば明るいうちにアジングをしたいです。昼間に特化した釣りの特徴や釣り方を教えてください。あー、デイアジングか。ね、それはね、まあ、場所によるんですね。日本海なんかは結構デイで釣れたりするんですけれども、山口県の周防大島でもデイで釣れるところがあります。要するに、まあ、あの釣れる場所なんですよ。そこにアジがおれば夜も昼も関係ないんです。ですから、そこに餌がたまるかどうかということがキーになってくるんですね。明かりがなくても餌がたまればアジは入ってくるわけです。それとデイの場合はですね、ある程度そのアジがたくさんおるところだったら結構シャローまで入ってくるんですけれども、アジが少ないところの場合はほとんどディープゾーンに入ってきます。あんまり浅いところへ入ってこないんですね。でやっぱりそういったところも一つのキーになると思いますし、潮通しがいいところというところもキーになってくると思うんですけれども、とりあえず餌がたまるところを探しててもらうしかないんですね。でそれが見つかれば真っ暗の中でも釣れますし、満月の時でも釣れる場所になるんですね。そこに餌がたまりやすい。だから港の中で言うならば、結構まあ、奥の方のゴミが溜まっているところであったり、船の下であったり、そういったところなんですけれども、船の下を釣られるときは本当に注意をしていただきたいんですね。どうしても船に引っ掛けてしまいますと漁師さんにご迷惑がかかってしまうというところがありまして、怪我をされる方も多いんですね。ロープなんかにかかってて、それを知らずにロープを引いたときにジグヘッドで手を支えられるとかいうことも結構聞いておりますので、ちょっと注意をしていただきたいんですね。で一つボートを釣る上に、まあ、こちらから、まあ、お話しさせていただくとすると、潮あるいは風が当たる方向から釣ってほしいんですね。要するにボートの下というのは風がこういうふうに当たる、あるいは潮がこういうふうに当たっていくと、ボートにはこうキールというものがついてまして、船底へ向かってずっとやって、その竜の骨とか来るんですけども、その背骨みたいなこう硬いものがあると、そこに当たったら全部潮がこういうふうに下行けるんですね。こういうふうに、ですからこっち向きに投げれば少々船から外れても全部この下へ入っていけるんです。逆に反対側行くと、できるだけ船に近づけたとしても全部船が出てしまうわけですね。ですから風が当たる方向、潮が当たる方向から釣りをしていただきたいんですね。そうすることによって少々外れても大丈夫ですから、船にあんまり近づけないように投げてほしいんです。でそうすると自然に入っていって、ちゃんとずぶつアジのいるところへ行ってくれます。でやられるときちょっと注意をしていただきたいんですけども、そういったことに細かく注意をしていただいてやっていただくならば、船の下とかそういったところもまあ釣りになると思いますので、まあ、ご参考になさってみてください。よろしくお願いいたします。ここおるなっていう場所があったとしたときに、はい、普段その夜やってるときと釣り方自体はそんなに変えなくてもいいですか？全く一緒。うん、だから船の下にもし釣るんだったら、重いジグヘッドだともう早く沈みすぎてしまうんで、流れに乗らないから軽いジグヘッドで釣るということぐらいかな。でも動かさないっていうのも共通。だって餌がたまるとこは一緒やから。だからベイトを追いかけて入ってくる、例えばユーマズメとかはどちらかというとベイトを追いかけて入ってくるから、重いジグヘッドでガンガン動かした方がいいんやけど、昼間釣ってるアジというのはほとんど同じようにプランクトン食べとるから、だからもう釣り方としては本当にじわーっと落としていくような感じ。昼間練習がてら行くのもありってことですね。全然いるとこやったら見えるからね。だからそういった意味では釣りやすさというか、自分のジグヘッドがどういうふうに動いてるかとか、そういうのがよくわかるから、はい、逆に出て練習するのはいいと思うんですけどね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい。自分のワームの刺し方が正しいのかわかりません。教えてください。ワームの刺し方ですね。ワームの刺し方でもどうでもいいんやけどな。適当でって言ってありますね。そう、適当でいいんです。要はこのワームがついとりゃいいんですね。でこの形がですね、こんな風になってるかこんな風になってるか、アジ気にすることないんですよ。なぜかというと、これが何かわからないものだからアジは口に入れるだけなんで、ワームの形がまっすぐだから口に入れないっていう道理はどこにも、そういう今の流行りの言葉で言うとエビデンスはないわけです。ですからこれはそのまま刺していただいて、もう適当に刺していただければ結構です。まあ、僕は適当に刺してもこうまっすぐ行くんで余計いかんのかも分かりませんけども、まあ、毎日のようにやってるんで、でこれがですね、例えばよくこうやって測られる方もおられるんですよ。こんなふうにしてなっちゃうっすね。な、邪魔くさいことせんでいいんで、例えばですね、これがこういうふうに刺さってこんなふうになってることも僕しょっちゅう実はあるんですね。でこれでも全然釣れます。でここがなんでまっすぐなってないと釣れなくて、これだとなんで釣れへんやっていうのがちょっとよくわからへんですね。これでも全然釣れます。ですから
この部分は全く気にしない必要もないし、ここもこんなふうに曲がっとるんですね。まっすぐじゃないんです。まっすぐで乗っても全然大丈夫です。それで大丈夫なの？全然、なんで気にせなあかん、その魚そのこと一時気にせえへんってそんなことを気にしだしたら、これを刺してですよ、あのジグヘッドケースにこうやってきれいにこう並べてはる方もおられるんですけど、そしたらワームこうどうやって交換するんやろうと、僕はもうその断面ジグヘッド交換せなあかんやんって思ってしまうんですけども、そんなことはする必要は全くないです。ただ注意していただきたいのは、みんなが言ってると思うんですけども、ここの分のスペースですね。このスペースが例えばこれぐらい空いてたとしても味食わないんですね。なんでこれはなぜ食わないのかはちょっとわからないんです。もうあの潜ってまで見て違いを発見しようと思ってやったんですけど、どうしても食わないんですね。でも不思議なことにこうやってちょんがけしたら食い寄るんですよ。まあこういうのは別に食い寄るわけですね。この辺がちょっとミステリーのところなんですけども、とりあえずここまできっちりしつけてください。普通に刺さるときはこういう風にしていただければ問題はないです。だから曲がってようが何しようがもう全然関係ないです。ひどいときはあの意識して曲げるときもあります。だからこう皮一枚をすくうとかね、こんなこともするときあるんですね。こんな刺し方、これも意識してやるとき、それはなぜかと言いますと、このゲーブ幅を確保したいときですね。ちょっとできるだけあのかかりを良くしたいと、ショートバイトでかかりを良くしたいというときなんかはこういうふうな形をしたりさせるんですね。だから刺し方によってその、フッキング率が変わったりもすることも稀にあるんですね。ですから皮一枚だけをこうやってすくうと、このときはちょっと真剣ですけど、皮一枚だけをこうやってすくうというときもあります。いろんな刺し方するんですけれども、ただ曲がってようが曲がってまいがは気にしたことないです。全く問題ないです。それで釣れなくなるということはないと思います。ただやっぱりこう撮影とかするときにちょっとカッコつけるために気にするそれはちょっと気にしますけど、まあ、それ以外は全くそういうことを気にしたことないです。もう普段はもう本当にぐしゃぐしゃな状態でも釣ってますから、そこは誤解を招いてはいけないので、今度いっぺんぐしゃぐしゃな状態で撮影されるようにそうですね、あえてね、はい、思いますけども、それでも釣れますのでご安心ください。ヘッドの隙間が開かないようにだけ気をつければ、そこだけ気をつければいいです、はい、だからいろんなワームの形状があるんで、例えばキメラなんか下の穴をどういうふうにしたらいいんですかっていうのは、あれは基本的にここに来るようにしてもったり、下側に来るようにしてもったら、あそこがちょっとこう抵抗になって落ちるのが遅なるだろうというところで作ったものですから、そういうところを考えてやってるんで、オクトパスもそうですけども、くぼみなんかは下に来るように、下というのはこういう状態ですね。アイが上で、こっち側が下ですので、この下の方にそういう口が向くような形につけていただければいいかなと思います。あとは適当でよろしく。ありがとうございます、はい、バッチリです。ありがとうございました。慣れるしかないんですよ、風は慣れるしかないんだけど、基本的なことがあるんですね。まずなるだけ風の吹いてるときは海面までの距離の短い、少ない、要するにこれでもそうですね、もう海面までこれ1メーターぐらいしかないんですけど、まあ今潮が高いことでもあってそうなんですけども、これぐらいの低い堤防に行くということがまず慣れるまでは必要ではないかと思いますね。堤防が高なればなるほどラインが膨らんでくるわけですね。ですからできるだけ堤防は低いところをまず選んでいただくということですね。もちろん釣れなければいけないから、アジがいるところで堤防が低いところですね、まずそこを選んでいただくと。そしてですね、風できればですね、向かい風に立ってほしいんですね。ポイントを向かい風と見てほしいんですね。で向かい風になりますと、プランクトンが全部その堤防の方へ押し寄せられるんですね。ですからポイントが近づいてくるわけです。でポイントが近づいてくるってことは、風の中で無理に投げなくてもいいということになってくるわけですね。それと風がこっち側へ吹いてくると、潮がこう手前へ手前へ潮も流れてくるわけですね。そうすると全部のラインがこう押さえつけられるような形になります。なるとジグヘッドが早く沈むんです。ですからその重いジグヘッドを使う必要はないんですね。で遠くに投げなくてもいいわけですから、重いジグヘッド必要じゃないじゃないですか。ですから近くでもいいから、軽いジグヘッドでいかにゆっくり沈ませるかということを考えなきゃいけないんですね。で多分嫌いや嫌いやと言った反応は横風に受けられるからだと思うんですよ。で横風に受けられると、どうしてもこう自分の自由がままに、まあ、要するに自分の思い通りに行きにくいんですね。でそれは何をするかというとですね、まず
正面の場合分かりますね、軽いジグヘッドを使ってこう針を持っていただくということです。でこの左右の風の場合はですね、こう今ちょっとこれ全然見えない外観なんですけど、ラインがこうたるむんですね。こういうふうにまず投入されます、投入されます。投入するときにですね、できれば、まあ、あのフェザーリングと言いまして、指でこうやって押さえるか、あるいはもう着水と同時にもうすぐにラインの巻いていただく、要するにスラックを取っていただく、たるみを取るということですね。それでまっすぐにするんですね。まっすぐにしてまだ巻き寄ったらこれダメですよ。まっすぐにした状態で今度そこでベールを起こすわけです。そうすると一応仮にもまっすぐなラインでここでたるみができてずっと落ちていくんだろうですね。そうすると風によって左右にこう膨らむことがないわけです。これが大事です。でその際に皆さんこう糸を出すときこうやってしゃくられると思うんですけど、これをやると全部こうやって浮いてしまうんです。横風のときはどうするかというと下なんです。下向きにやってほしいです。でそうすることによって海面にこうできます。あるいはこの下でのの字をこういうふうに書いていただくんです。そうするとここに渦が、ラインの渦ができますから、ラインの渦がそのままスムーズに落ちやすくなるんですね。こういうふうにして、まあ、深いレンジを釣るときはやってほしいんです。5カウントとか10カウントやったらもうライン出さなくていいです。その巻いた状態で立てたらもう5カウントです。そういう形でやってほしいです。でそうすることによってラインがまっすぐな状態で入っていくわけですね。で入っていった中で今度重要なことはですね、竿を立てた時にですね、ラインがふわーっとこう膨らみよるんです。風によって皆さんこれを一生懸命取ろうとされるんです。これは取らないんです、取らないんです。こうやって風がこう、今風止んでしまったんですけども、風が吹いてる時にこうラインがこう膨らむわけですね。その膨らんだものでジグヘッドが持ち上げられてきたらジグヘッド軽いんです。それ例えば 1g で持ち上げられるとすると 1.3g に変えてほしいんです。要するに風がふわーっとこう吹いてラインがこう膨らんだ状態でジグヘッドが持ち上がらない重さを選んでほしいんですね。でそうすることによって釣り合うわけです。そうすると今度風が止んだ時には沈んでいこうとするわけですから、その時は張ってやるんです。ちょっと持ち上げて、で今度風が強な時は緩めてやるんです。こういう調整でレンジキープができるわけですね。そういう風にしてちょっと釣ってほしいんです。要するにジグヘッドの重さの選択が肝なんですね。それと釣り始めた時のこのたるみを取らない、投げた時のたるみを取らなあかんですよ。投げてレンジまで入れて竿を立てた時に風で膨らんでくるこのたるみは取らないということです。取ってしまいますと全部ジグヘッド手前寄ってきてしまいますから、取らない状態でそのまま釣るんです。じゃあ当たりが出えへんのちゃうんかとよう言われるんですけども、ラインは風で張ってますから絶対当たりは手に来るんです。ですから気にしなくて大丈夫ですので、そういう状態で釣ってほしいんですね。こういう風な状態でやってて当たりがあって合わせて釣っていただく、こういう風なことの繰り返しなんです。いいですか、わかりましたかいけるか。もうとりあえず風があってもそれに臆することなく、その風に釣り合うだけの重さのジグヘッドの選択をしてほしい。それがあの僕らがこう軽いジグヘッドを使ってレンジキープをしなさいって言ってるのは無風化の条件のもとですね。無風化やったら 0.5g の沈下スピードで釣れるとするならば、強風化やと 1.8g が 0.5g と同じ沈下スピードになるわけです。要するにラインが持ち上げられるから、そこを考えてほしいんですね。だから強風化でやっても 0.5g とか軽いの使わなあかんやってやってはる方結構おられるんですけども、そうすると全部空飛んでしまうというそういうことになります。ですから臨機応変にその時の、まあ、ジグヘッドの重さをうまく選んでいただいて使っていただきたいというふうに思いますので、肝は風の時の肝はできれば風は正面に受ける、左右の風の場合はもうジグヘッドの重さをいかにラインと釣り合わすかということが肝になりますので、それを覚えていただければいいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、自分のリールのドラッグ設定が強いのか弱いのか分かりません。矢部さんはリールのドラッグの際はどのように設定されていますか。あ、なるほど、まあ、それよく聞くんですよ。で、だいたい 0.25 号で、まあ、200g ぐらいの重さぐらいになってるんじゃないかなということで、今ちょっとこれ 200g 水入れてみたんですね。だいたい、まあ、ペットボトルの3分の1弱
ぐらいで、これ今 200g ぐらいになってるんですね。でちょうどこれを持ち上げたぐらいですね、これ上がるか上がるか、これぐらい、ね、これぐらいで滑るか滑らへんかぐらいの僕はドラグ設定をしてます。これで切れないんで、はい、だからこれをまあ大体目安にしていただいて、 0.2 やともう少し緩めていただいて、 0.3 やともう少し締めていただいて、大体 200g ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですね。これやと急にあの大きい魚が来た時に、まあ、ある程度対処できるかなと。でただしですね、ドラグというのはですね、ちょっと気をつけてもらいたいことがありまして、遠くにいる場合ドラグが一番効くというのはこういう状態なんです。魚とリールがまっすぐになる状態、これがドラグが 100% 効く状態なんです。でもこれがだんだんこうやって角度がついてきますとドラグ効きにくくなってくるんですよ。でこうなればなるほど効きにくくなってくるんです。ドラグ出ないんです。これは分かります、全く出ないんです。というとはどういう状態かといいますと、魚が足元まで来た状態なんです。ですから魚が万が一大きい時は僕そこでドラグ緩めてるんです。現場で逆、普通だったらみんな締めるでしょ。締めるから切れるんです。これ出ないんですか、こうやったら、ね、ですからこの状態になるとき、すなわち魚が足元まで寄ってきたときにはドラグを緩めてください。そうすると大きな魚が急に引っ込んだとしても大丈夫です。そこだけね、ちょっと気をつけてもらいたいんですよ。皆さんそれを逆にしはるんです。締められるんですね。でそうするともう絶対ダメなんで、手前行くとき緩めてください。であともしそれでダメなときはこれ指で押さえればいいんです。それで自分が頑張ろうと、出したくない頑張ろうという指で押さえるんです。指で押さえて竿がグワーンと曲がってるときに指離してやればいいです。まだダーッと出ますから。でそういうふうにすると魚の向きが変わったりしますから、とりあえず手前へ来たときは緩めてください。これ出るぐらいです。あとはもうこの調整で緩めて巻く、ここ押さえ持って巻けばいいです。押さえ持ってこうやるとするんです、ね、この親指の、まあ、指ドラグというふうに僕らは呼んでるんですけど、これでやり取りすれば大丈夫です。ですから遠くの時は結構締めててもラインの伸びないエステロが伸びない言うてもラインの伸び若干あるのと、こういうふうにして垂直まっすぐに近いですリールと。ですからこれが締めてても切れることがないです。でも近づいてきた時は角度がこういうふうになってくると、もうドラグがだんだん出にくくなっていくんで、その部分においてはドラグを緩めてください。これ一つの取り込みのコツですので、ちょっとやってみてください。それは急な突っ込みでも切られることはないと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんペットボトルで1回どれぐらいの出具合かっていうのを体で覚えてもらって、それをぜひセッティングしていけば、うん、僕の基準ですので、まあ、それは臨機応変に竿の角度であったりラインのまあ伸びであったり、いろんなことによって変えていただければいいかなと思いますし、自分がとてつもないでかい魚が来たと思ったらドラグ緩めてもらってもそれは問題はないですので、そこら辺は考えてください。ただ基準はこれぐらいあればいいので、むやみやたらにドラグがジャラジャラジャラ出ることも 0.25 がだったらないと思いますので、だいたい 200g 言うたらアジで言うと、そうやな、27-28cm、うん、それぐらい25から28ぐらいが 200g ぐらいだと思いますので、まあ、それぐらいの魚までは、まあ、抜き上げても全然問題ないようなドラッグ設定だと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、はい、ジグヘッドをこまめに交換するのにスナップをつけてアジングをしているんですが、うん、スナップの有無が釣果に影響することはありますか、教えていただけると嬉しいですと。いや全くないです。あろうがなかろうが全然お好きにどうぞという感じなんですね。というのはですね、まあ昔僕もスナップをつけてたんですけれども、そのスナップをつけずにずっとやってますと、今度スナップをつけた時にスナップとジグヘッドが当たるカチャカチャ音といいますか、それが聞こえるというか感じるんですね。それが気になってしゃあないから今もうジガ結びでずっとしてるわけですね。で邪魔くさいなって、確かに邪魔くさいし針の穴も小さいし、まあ、こうやって通す方が楽だとは思いますけれども、慣れてしまえばそんなに時間かかるもんでもないんで、僕はそこに考える時間を求めてるんですね。こうジグヘッドを変えるってことはその状況が合ってないからジグヘッドを変えるわけですね。だから結んでる間にいろいろ考えられるんですね。だからそのための必要な時間か、あえての時間ですね。そうというふうにも思ってるんですね。でそこでちょっとひらめくがこうしてみようとか言ったら、今度ワームを変えてみたりできるんで、
何も考えずにちゃっちゃちゃっちゃやっていくとそういう間がなくなってしまうんで、まあ、釣ってる最中も考えてるんですけど、意外とその軸ヘッドを結んでる時とかに結構ひらめく時があるん でそういう時間というのは結構大事なんですね。だからそういう風にしてます。じゃあ別に超過的にはそんなに全く関係ないです。全く影響ないと思います。じゃあ結構使いたい人もね、それは使われたらいいと思います。多かったんで、はい、使っていいんですか。もう全く問題ないです。そんなうちが発売してへんというだけのことで、はい、あの全然問題ないです。僕もちょっと使いたい派だったんで、はい、使われたらいい。使います全然構えないと思います。わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい。